はい、皆様こんにちは、オレンジ山本です。今回ご紹介するテントはこちら、ノルディスクユドゥン 5.5 になります。まあ、言わずと知れたノルディスクの中の、まあ、名作ですね。あの三角屋根の、2人用ぐらいで使用できるっていう商品になってます。まあ、あくまでもテントなので、まあ、その中で何か全てがこなせるかってそういうわけではないんですけれども、まあコット入れていただいたりとか、マット引いていただいて、まあ、寝室としてご使用いただいて、その前にタープを張っていただければなと思います。非常に簡単で、雰囲気のある可愛らしいテントになっているので最後までご覧ください。はい、袋から出した状態です。本体、フレームでペグその他になってます。で、ユドゥンの場合は上下がセパレートではなくて一体式になってますので、まあ、広げて後で説明していきます。じゃあ立ててみます。はい、で今四隅仮打ちしました。でその後ですね、フレームこれ2本あります。でこの吸盤がついてるやつですね、これが下になって、このピンのが上になります。じゃあちょっとはめていきますね。組み立てていただいて、でこの状態です、この状態ですね。でジッパーを開けていただいて、でここにこの丸、まあ、ここを補強してある部分になります。で、天井の部分がここですね。これグロメットついてます。でグロメットにいただいて、でそのままの勢いでここにこう、まあ、要は形としたらこういう形になります。まあ、一旦ちょっと倒しておいて、反対側ですね、同じように当てて、ここですね、このグロメット、ここにはめて、まあ、こういう形になります。で次にですね、このロープ、これぐーっとこう引っ張り上げてきていただいて、所定の位置ですね、所定の位置のところに置いていただいて、でこのまんま これでペグを折ってください。で打つのはまっすぐですね、まっすぐ、まっすぐのところで打ってください。でこれをもう反対側もやります。刺していただいて、一応これで今センター両サイドが立った状態です。でここからサイドのロープを張っていきます。で今全部ガイロープを張り終わりました。最後の仕上げとして、ここのピンですね、出てるところ、まあさっきグロメットを刺してると思うんですけど、雨入ってくるので雨が入ってこないようにこのカバーですね、これが2箇所ありますので、これをやってください。はい、これでノルディスクユドゥン 5.5 完成です。はい、で今から中の説明したいと思います。まあ、もう空間としたら立てはしないです、立てはしないですけれども、まあ寝ていただいたら、まあ1人2人3人、まあ、4人はちょっときついですね、やっぱり3人ぐらいになってます。であとね、このテントの非常にチャームポイントじゃないんですけれども、ちょっと来ていただいていいですか。ここ、まあ、メッシュになってるんですけど、これね上げると外見えるんですよ。でこれ止めるときはこのドローコード、これでグッと縛ってもらったらこれで止まります。なので今多分インサートで外の映像入ってると思うんですけど、なんかピッて開くのが非常に可愛いっていうところです。あとまあポケットがついてるので、この窓が4箇所で、ポケットも4箇所ついてます。でまあ非常に風合いもいいですし、
まあ、夏場熱がこもりにくいっていう、まあ、ポリコットンの特性もありますし、非常にこう使ってて多分愛着の湧くテントではないかなと思います。じゃあせっかく建てたんですけれども、撤収していきたいと思います。はい、これでユドゥン 5.5 撤収完了です。はい、皆様いかがだったでしょうか。今回ご紹介したテントノルディスクユドゥン 5.5 でした。畳む時にですね、こう上がる窓ですね、あそこにフレーム入ってます。でこれを折れないように畳むっていうところがちょっと一つポイントになると思います。動画ではバタバタと畳んでしまってるんですけれども、その位置を確認して畳む方向を考えないと綺麗に入らないっていうところになりますので、そこだけ皆さんご注意ください。でオレンジではですね、店頭でご購入いただいたお客様、芝生で、まあ、後日になりますけれどもレクチャーさせてもらってます。ぜひご活用ください。あとですね、インターネットでご購入ご検討のお客様、わかんないこと結構あると思います。ご連絡いただければお答えさせていただきますので、お電話お待ちしております。じゃあノルディスクも、結構立ててきました。あと立ててないのが多分ウトガルドぐらいだと思うんですけれども、それを、まあ、立てる準備をちょっと今からしていきたいなと思います。ではまた。